ゲティンゲのウォッシャーディスインフェクター、アクアディス56シリーズの操作方法を紹介します。ラックのセット方法を紹介します。ドアがロックされている場合はドアオープンを押してロックを解除します。ドアを開け洗浄ラックを引き出してください。この時4つのことに注意してください。1つ目、機材をラックにセットするときは水がすべての表面にかかるようにしてください。2つ目、水がたまりやすい機材などは下向きにセットしてください。3つ目、鋭利な機材を出し入れするときは怪我をしないよう気をつけてください。4つ目、スプレーアームの干渉に気をつけてください。洗浄ラックを投入してドアを閉めてください。オートドアモデルの場合です。洗浄ラックを台車にセットして機材を積載してください。台車を本体にドッキングしたら台車の車輪をロックし洗浄ラックを投入してください。ドッキングした台車はレバーを引くとドッキングのロックが解除され切り離しできます。モニターとプログラムの紹介です。ゲティンゲアクアディス56シリーズのタッチパネルは選択できる部分がブルー、選択できない部分はグレーアウトで表示されるため直感的に誰でも簡単に操作が可能です。洗浄プログラムはデフォルトで複数搭載されています。またご施設の仕様に合わせたプログラムをカスタマイズすることも可能です。パスワード機能の設定や特殊な洗浄プログラムなどがあります。プログラムのカスタマイズについては施設担当者とご相談ください。運転のスタート方法について紹介します。スタートの方法は3つのパターンがあります。1、標準的なプログラムの場合はプログラムを選択しスタートボタンをタッチして運転を開始できます。オートドアモデルの場合です。ドアが閉まる途中であればドアオープンボタンをタッチするとドアの開閉がストップしプログラムを選び直すことができるため選択するプログラムを間違えた場合も安心です。2、確認ボタンを表示させ選択したプログラム名を再確認してからスタートする方法もあります。プログラムの選択ミスや積載物の入れ間違いを防止することが可能です。スタートボタンをタッチすると確認画面が表示され間違いがなければ継続をタッチし運転を開始させます。3、通常と異なる洗浄や消毒を行わないプログラムなどの場合ユーザー名とパスワードを設定して作業者を明確にすることが可能です。プログラムを選択しスタートボタンをタッチするとパスワード入力画面が表示されます。 ID とパスワードを入力すると運転が開始されます。表示画面について紹介します。運転中はこのようにブルーのサークルと終了するまでの予測時間が表示されます。遠くからでも進行状況がわかるように大きな円で視覚的に確認できます。黄色の警告メッセージが表示される場合があります。運転プログラムには影響ありません。黄色の警告メッセージが表示された場合メッセージの問題を確認し原因を取り除いてください。確定をタッチすると警告メッセージは消えます。赤色のアラーム画面が表示された場合プログラムは停止しアラーム音が鳴ります。アラームミュートをタッチしアラーム音を解除してください。アラームの内容とエラーコードをもとに
ユーザーマニュアルに沿ってエラーに必要な措置をしてください。アラーム確認をタッチすると、パスワード入力画面が表示されます。ユーザー名、パスワードを入力してログインすると、エラー内容が確認できます。確認後、プログラムを終了をタッチし、エラーを解除してください。ドアを開けると、エラープログラムを終了させることができます。赤色のメッセージが継続して表示される場合は、コールセンター、または施設担当者へご連絡ください。運転の中断と中止操作の方法について紹介します。アクアディス56では、最初の給水が完了してから1回目の予備洗浄終了までの間、一時停止して入れ忘れた機材の投入、または入れ間違えた機材の取り出しを行うことが可能です。プログラムの運転を中止する場合は、中止ボタンをタッチします。運転がキャンセルされ、ドアロックが解除されるまで数分お待ちください。ドアオープンが青くなったらタッチしてください。ドアを開けると、画面はスタート時の画面に戻ります。運転が正常に完了した場合は、全画面が緑で表示されます。完了後に、後乾燥のファンが回っていても、ドアオープンボタンを押し、いつでも機材を取り出すことが可能です。後乾燥もすべて完了したら、ドアロックが解除されます。運転が終了したら、ドアを開けてラックを取り出してください。この時、ラックや機材は高温になっているため、やけどには十分注意してください。オートドアモデルの場合、台車をドッキングさせてラックを取り出してください。以上で、ゲティンゲのウォッシャーディスインフェクターアクアディス56シリーズの操作方法は終了です。日常のお手入れ方法について紹介します。チャンバーが高温になっている可能性があります。清掃はチャンバーが冷えてから行ってください。チャンバー内に機材や部品がないことを確認してストレーナーを外してください。ストレーナーを外している状態でチャンバー内に部品などを落とさないよう気をつけてください。機材や部品を落としたまま運転すると故障につながりますので、取り除くことができない場合はコールセンターまたは施設担当者へご連絡ください。ストレーナーが装着されている状態でスプレーアームを取り外し、必要に応じて中央のベアリング先端のキャップを外し洗浄します。アームの内側をブラシなどで清掃します。洗浄ラックのスプレーアームも簡単に取り外すことが可能です。同じようにお手入れして洗浄ラックへ戻してください。戻した後は必ずスプレーアームが障害なく回転することを確認しましょう。洗剤ボトルを交換するときは、適切な PPE を装着し、装置下のドアを開け、洗剤ボトルを取り出します。洗剤吸引キャップを清潔な布で拭き取り、前の洗浄液を取り除いてください。完了後、新しい洗剤ボトルへ差し込み、固定します。洗剤の種類が同じであることを必ず確認してから作業しましょう。